今回の作戦は軍の極秘指令で、なおかつ最優先命令としてこちらに伝えられている。実はサイフェルトで最も優秀な科学者の一人であり、不確定自律システムの発案者である RF ゴールドマン博士がオムニ政府に非公式なルートで亡命を表明してきたのだ。しかし博士を輸送する計画はサイフェルト側に察知されてしまい、博士の乗った VS630 はサイフェルト国境近くの海岸に不時着してしまった。そこはサイフェルトに近いゲリラの勢力圏であるため、博士の安否が気遣われる。そのため我々は早急に救援部隊を結成し、博士の保護に向かわねばならない。ことは一刻を争う。準備ができ次第すぐに現地に向かって出発する。今回の作戦の目的はもちろんゴールドマン博士を無事救出することにある。まず不時着したはずの博士を乗せた VS630 を捜索することが先決である。もしそこにいなければ自力で脱出し敵から身を隠していることも考えられる。こんなこともあろうかと博士には救難信号を発するペン型ライトを非常用に持ってもらっている。そこでパッシブセンサーを使用して博士の居所を探索せよ。博士たちを無事保護したら所定時間に味方潜水艇が浮上するので速やかに脱出せよ。敵兵力について報告します。このエリアは敵の制空圏内にあり、高高度降下作戦を行うことはできません。またどうしても秘密裏に行動しなければならないために、行動する部隊は一個小隊に限られます。ここは敵対ゲリラの勢力圏内であるために、数までは分かりませんが、ゲリラが多数潜伏していることが十分考えられますので、警戒は怠らないようにしましょう。まさかあんな著名な博士が亡命を図るなんて思わなかったよ。一体何があったんだろうな。それにしても限界態勢を縫ってあそこまでたどり着いただけでも奇跡みたいなものだな。なんか博士の執念みたいなものが感じられるよ。とにかく現地に急行して探索しないことにはね。陽動作戦が成功していれば敵の数はそんなに多くはないだろうが、早く行けばそれだけ生存率が高くなる。持っていくローダーは限られるが、なるべく索敵に強いローダーを一機は持っていくことをお勧めする。作戦計画の立案、小隊編成を始めてください。
部隊編成を開始してください。システムメニューを開きます。セーブします。これより作戦を開始する。準備はいいか？まもなく時間です。作戦部隊はカーゴバード射出に備えてください。準備はできている。いつでも大丈夫だ。カーゴバード射出カウント開始。3、2、1、発射。敵機発見。敵に捕捉された。敵機発見。敵機発見。敵機発見。弾弾数ゼロ。残弾ゼロ。残弾数ゼロ。敵に捕捉された。敵機発見。弾弾数ゼロ。
弾弾数ゼロ。敵機発見。敵機発見。残弾ゼロ。残弾ゼロ。敵機発見。敵機発見。どうやら飛行機の中に博士のものと思われる遺体は発見できないですね。どこかで生存なさっているはずです。敵機発見。敵機発見。敵に見つかった。前機警戒。敵機発見。博士、ゴールドマン博士、いらっしゃいますか？はじめまして。私は第177特務大隊所属、マチルダ・メッテルニヒです。お迎えに上がりました。さあ、安全な場所に行きましょう。
敵機発見。敵機発見。敵に捕捉された。敵に見つかった。前機警戒。敵機発見。弾弾数ゼロ。敵に見つかった。前機警戒。任務完了した。これより帰投する。任務完了しました。これより帰投します。皆敵に捕捉された。機体破損率 60%。 任務完了。